清水谷公園は、東京都千代田区清井町にある、千代田区立の公園。都内日野市、豊田などにも、同名の清水谷公園があるが、本校では、千代田区の公園を説明する。清水谷公園のある清井町は、町名の由来の通り、江戸時代のキー、オワリ、イーのそれぞれの屋敷があった場所。 紀州徳川家と池の境からは清水が湧き出し、一帯は清水谷と称されていました。1890年に一帯の土地が東京市に寄贈され、清水谷公園として整備。1965年に千代田区に移管され、現在は区立公園になっている。公園内の高さ6.27メートルの奥棒、都市道愛島品を中心に、 新寺池や各種樹木があり、界隈を行き交う人々の憩いの場となっている。特に周辺の含め合え桜が多く植わっており、春の開花シーズンに多くの人々が訪れる。2001年に公園の一部がリニューアルされた。学生運動の盛んな1960年代から70年代にかけてデモ集会の場としても知られた。 隣接の東京ガーデンテラス清井町を含む区画一帯は、江戸時代まで、紀州徳川家の神屋敷があり、清水谷公園西側の道を境に、井伊家の中、屋敷と接していた。井伊家との境目付近が谷だったことと、井伊家との境目付近の紀州徳川家の屋敷から、清水が湧き出ていたことから、付近は、清水谷と呼ばれた。 明治維新後の1878年東京府、東京市麹町区三年町に自宅を構えていた、維新玄君三傑の一人の大久保利道が、赤坂仮公共への出資途中に、当地で暗殺された。この事件は人々に衝撃を与え、後に暗殺の現場に、大久保利道愛党妃が建てられた。愛党妃の根流者から、付近一体が、 東京市に寄贈されたのを受け、都市計画で公園として整備され1890年3月、清水谷公園として開園した。ありがとうございます。